ちょっとどいてくれる？そこ今動画撮るんだけどね。よいしょ。こんにちは、佐藤宏です。ということで、今回はですね、視聴者さんにバチボコに怒られる企画ということで、インスタのストーリーでね、佐藤宏のダメなところを叱ってくださいっていう投稿をして、それに対して視聴者さんから来たコメントをね、今回は読んでいきたいと思います。ということで、早速一つ目、行ってみましょう。一個目からきちぃ。一個目からきちぃの来たー。動画データ消しちゃうところだよ。いやもう傷をえぐるなー。これはもう本当に許してくれ。俺が一番ショックを受けとんねん。知らない方もいると思うんですけれども、先日芸人さんのね、ライセンスの藤原さん、藤原ランドさんっていう方とコラボ動画を撮って、ゆいさんのところと藤原ランドさんのところでは動画が公開されたと思うんですけど、佐藤宏をですね、なんと誤って撮影データを消してしまい、動画を公開することができないというね、もう YouTube を始めて過去一の最大のやらかしをしまして、もうそれ以来本当にめちゃくちゃ動画データ消すときは気をつけてて、ここ最近まで整理ができなかったメモリーカードの中のそれぐらいダメージ受けてるんで許してください。次行きたいと思います。新しい服買いなさい。まあまあもうそれもな。いやでも見てほら、今日はね、新しい服なの。今年の冬になって初めて1着買いました、パーカー。結構辛辣。仕事を頑張っているように見えない。ゲームしかしてるように見えない。すごいコメントだけど、頑張ってないと言われたら嘘にはなるけど、頑張ってるって言うのもなんか嫌じゃない？こうやってみんなに動画を届ける仕事をしてるのに、今日も編集で寝れてません。企画を考えていたらこんな時間になってしまいました。もう本当に疲れました。みたいなさ、そんなんでやってほしくなくない？動画。だからあんまりこう、頑張って、見てる姿は正直見せないようにはしてるから、これはこれで僕の作戦勝ち。仲良し YouTuber と言いながら陰でボロクソ言ってる。ひどい。かっこネタって書いてあるから、もう本当にそう思ってはいないと思うんですけど、やばいよそんなやつだったら。これはもう怒ってるとかじゃない、もう偏見だから。偏見。あれでしょ、きょんちゃんとかきょんくまジェニーとかたまちゃんとかえっちゃんみのりんとか、その大河くんとか、その辺のメンバーを陰ではボロクソ言ってるみたいな。あいつマジ集合時間通りに来ないの最悪なんだけど、あキモみたいに言ってるってことでしょ。ない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 、やめて。痩せましょう。はい、その通りです。その通りなんです。こっちやめましょう。前回の階段のあれと一緒になっちゃうんでやめましょう。僕が悪いです。言わなくてよかった。階段をダイエットと思っているところ、昼まで寝てちゃダメですよ。今日は、ちょっと許してほしいんですけど、昨日ね、てか今日は家にゆいさんがいないんですよ。で、夜もう寝るとき僕一人だったんですけど、もうマフとロイがめちゃくちゃ元気になっちゃって、昨日の俺が寝る時間帯に。3時ぐらいかな、に寝ようと思って。一緒にね、もう寒い時期だからさ、ベッドの方に連れて行ってるよ、ここ最近は。マフとロイも一緒に布団の中に入れて、さあ寝るぞーって電気の消したら、めっちゃ覚醒しちゃって、こいつら、今も覚醒してますけど、めっちゃ覚醒しちゃって、そっから5時ぐらいまで全然寝なくて、ブワーって部屋中走り回って、でも5時になっても寝なかったから、俺が寝れないと思って、さすがにこの子たちをこのケージの中に入れて、この部屋の暖房をつけて、もう別々に寝たんですけど、昨日は。そんでもう5時に寝たから、起きたのが10時ぐらいかな。まあ朝ごはんあげなきゃいけないし、朝ごはんあげて、ちょっともう無理だと思って、4時間半しか寝てないからもう無理だと思って寝ようと思って寝て、11時ぐらいかなに、ピンポーンって来て、宅配が来て、ピンポーンって宅配が来て、11時半ぐらいに。で、3階で寝てるんだけど、まあ宅配取りに行くのに1階まで降りるやん。で、受け取って、ああ、もう眠い。でもお仕事ご苦労様ですと思いながらこう3階まで上がって、ちょっともうちょっと寝ようと思って、もうなんかもうすごい寝ぼけてたから、体しんどいってなって、寝たんよ。で、ああ、そろそろ寝つく。寝落ちする。ああ、もうね、まあ、ピンポーン！すっごい悩んだ、出るか。
っごい悩んだんだけど、いやでももう出なきゃ、持ってきてくれてるわけだから、2回目の宅配が来て、落ちるみたいな瞬間にピンポーンって来て、あー行くかーと思って、ぼーっとしながらこうやって歩いてて、こうやって、はいって出て、あ、 ありがとうございますって受け取って、もうそのままベッドにブワーって走っていって、寝ました。で、気づいたら、14時30分でした。おはようございまーす。あー、すいません。掃除ができないところ。そうなんだよ。掃除は本当にさ、苦手で、誰しもあるじゃん。いや、言い訳しちゃうな。言い訳しちゃいけないんだよ。言い訳しちゃダメ。今日は、皆様からの、お叱りを僕は受けるというスタンスで動画やらせていただいてるんで、言い訳はしないで素直に謝りたいと思います。掃除できなくてごめんなさい。でもさなんかめっちゃおもろいなった。ボナールチャンネルに厳しいボナールチャンネルに厳しい厳しくないよ別に。全然あれはもう、ゆうやともまさとも信頼関係があってこそのいじりとかふざけなんで、逆にいじられることもあるしね。これは厳しくはないです別に結構心にくること書いてある。ヒゲの剃り残し気にしてるんやって。最近なんかね、全身は毛深くないんですよ僕。胸毛とかも全然ないし、腕毛もね、俺もうツルツルに等しいぐらい、すね毛も全然生えてないのに、ここの喉ひげだけすごいの。まあ、脱毛したいなーなんて思って、どうでもいいこんな話。嫌なところを疲れたら笑ってごまかしてダメでしょ。見てる？最近ペットカメラつけたから、それアクセスしてる、もしかして。絶対見てるでしょこのカメラ部屋で帽子をかぶるのをやめなさい。じゃあと、すいません。なんかどんどんなんかちっちゃくなってってる。元気がなくなってってる、どんどん。マフ、俺のライフはもうゼロだよ。お母さんおったわ。お母さんじゃないよ、お母さんみたいな人がいたっていうところですけど、生活習慣を直しなさい。ごもっともでございます。言ってみたら、もうみんなの夏休みみたいな時間の流れを毎日過ごしてるわけですよ。どの時間に何をやってもいいけど、宿題はやらなきゃいけないみたいな。で、俺もどの時間に何をやってもいいけど、動画を撮って編集して投稿することはしないといけないっていう生活をもうこう365日してるんだけど、いや、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい。でも俺の大きさ今もうこんぐらい、俺の大きさも今こんぐらいです。はい、ということで今回はですね、視聴者さんから僕のダメなところを叱ってくださいというテーマで投稿募集したんですけれども、それではまた次回でお会いしましょう。